どうもよろしくお願いします。本日はね、なんだっけこれ、そう、ユーロトラックシミュレーターです。まあね、なんか、喋る話題とかも特にあったわけじゃないんですけど、なんか、フィファとかがね、調子悪くて自分の中で、なんか、勝てない試合が続いてたりとかで、ちょっと疲れちゃったなっていうね。なんか、この戦いとかのない、まったりした世界でね、ちょっと遊んでいこうかなという感じです。よし。まあ、なんだろうね。本当にね、いつも雑談動画とかをね、撮ろうかなって、トーク系の動画撮ろうかなって思ったら、多少ね、そういう、台本チェックのね、まあ、用意をするんですけど、今回はね、本当に、やばい、もう他に何も取れない、無理だって思って、もうね、突発的にね、もうユーロトラックシミュレーターをつけたので、ちょっとね、本当に、何の台本もありません。だからまあ、なんだろう、最近あったこととかね、最近やってることとかをね、まず本当に、本当の雑談でね、喋っていこうかなと思います。なんだろうね、まあそう、動画に関しては本当に、最近ね、動画が全然撮れないというか、なんだろうね。動画に関してだけじゃないんだけどね、なんかちょっとね、元気が出ない期間が続いてるような気がします。よし。どうやるんだっけ？よし。はーい。よし。あ、よし。ちょっとバックはね、真剣にやらないとできない。違う。よし。OK。じゃあやっていきますね。そう、なんかね、動画がね、撮れない。なんだろうな。多分、PPC とかって、結構、いいプレイが出ないとやっぱ動画にしづらいし、動画にしやすいタイトルじゃないんだけど、そういう PPC とかのモチベがちょっと最近高まってしまったから、逆にあれかな？他のゲームのモチベが下がっちゃったかな？何なんだろう？結構、そういう感じかなとは思ってるんだけど。あとね、なんだろう？そうだね。暗い話題というかそういう、できないやーんーっていう話だけしてたもしょうもないんで。まあね、あれですね。なんだろう。明るい話というか、最近ね、いい話で言うと、欲しいものリストから、ペンタブを買ってもらいまして、もうね、それがね、すでにね、すごい嬉しいんだけど、このペンタブを使ってね、最近はちょっとお絵描きとかをしてます。一応ね、僕あんまり、ツイッターで配信の告知はしてないんだけど、まあ、チャンネル登録してる、くれてる人用って感じかな？本当に。通知が、オンにしててくれたら、たまにね、まあ、結構無言でコメントで返してるだけだったりするけど、お絵かきをね、してたりしてます、最近は。まだね、この動画撮ってる時点で、絵を描いたのは3枚かな？もやしさんの絵と、自分の絵と、あとね、この前50時間の耐久をしてた、ジャポズクさんっていうね、VTuber の人、50時間耐久おめでとうって、最後の1時間ぐらいで、なんとかね、描いて、まあ、しっかりと描き上げれたわけじゃないんですけど、線画に、後ろに耐久おめでとうって書いて、まあ、ちょっと、ベタ塗り的な、色をとりあえずね、下色だけ塗って、とりあえず、これでって出した感じだったんですけど。
こういう感じでね、3枚ほど絵を描きました。そっちの方もね、このうち、描いてるところは、まあ、一応配信したから残ってるので、それを、まあ、10分くらいに、倍速でかけて、動画にしようかなとも思ってはいるけど、そういうのもね、最近してます。まあ、それは結構楽しいよね。まあ、やっぱなかなかね、今まで絵描いてたわけじゃないから、うまい絵とか描けなくて悲しいなぁ、みたいな、もっとうまく描けたらなぁとか、まあありますけど、まあ、それなりに楽しく、まあ、本当にね、レンタルもらえて嬉しいし、それでね、描けてますっていうのはありますね。最近何だろうね、やってることは。ロケリとかもね、まあ以前よりやるようになったかな。以前は本当に動画撮るときだけやって、それ以外は本当にほとんど触ってなくて、配信の比べとか、もう、まあ、好きな人が配信してたらちょっとだけ行こうかなくらいでやってたんだけど、あれ？これ？あ、これだ。よし。そう。そのくらいだったんだけど、最近はね、ちょっと、ランクとかもやったりしてるんで、まあ、昔よりはマシになったかなって思いますね。ただね、やっぱ、人と一緒になかなかできないので、僕は。もう、なんだろう、声を出せるタイミング的にかな。ランクとかはなかなか一緒に人とできないから、まあなかなかね、上がらないよねっていうのはあって、まだシルバーくらいでうろうろしてます。まあね、その辺もね、頑張っていきたいよなとは思いますね。何話したっけな？ FIFA が辛い話して、お絵描きの話して、まあ最近はロケリもしてますよってして、あとはね、僕何した？あ、PUBG とかもね、モチベは高いけど、なかなかいいシーンないと動画にできないし、あんまり動画撮るときに、そう。だからこそ、ボツになって、撮影時間が無駄になる可能性を考えたら、あれなんですよね。既得がないときになかなか PUBG の動画撮ろうってできないんですよね、僕。結構、厳しい。があるときだったら、やっぱりそういう、まあ、今日の配信、録画できる時間は、PUBG 失敗でも何でもいいやって、まあ、失ってもいいかなっていうときは、PUBG とかも撮れるんだけど、最近本当にその FIFA とかがうまくいってないのもあって、ちょっと全然ストックが作れてないので、そうすると、なかなかね、PUBG とかの動画を、撮影時間に撮ることはできないんですね。難しいところで。あとは何だろうな。最近やってて楽しいのはあれですかね。ステラリス。まあ、結構ね、ステラリスの方は動画ちょっと見てほしいなっていうのはありますね。どうなんだろう、あれ。見てて面白いのかな。まあ、結構最初の方僕自身が分かってないから、何やってんの、この人っていう。何をやってるか分かんない動画かもしれないんですけど、一応、このね、動画撮ってる時点で、前回出した、なんだっけ、パート6かな？パート6の動画だと、アメーバと、ついに戦闘になりまして、宇宙生物とね、戦闘シーンとかはね、ほんと分かりやすく楽しいんじゃないかなと。まあ、結構、これからね、またそういう、楽しいシーンもね、増えていくんじゃないかなと思うんで。ただ結構、あれもね、長時間撮って、本当に、1時間とか撮って、編集してカットカットで、まあ、20分とかの動画になってる感じなんで、まあなかなかね、ストックない時にやりづらいタイプではあるんですけど、まあ、これからね、あれは、とりあえずワールド？あの世界をね、統一するか、うちの帝国が滅ぼされるか、するまで、まあ、しっかりね、やりきりたいなと思ってるので、
ちょっと今見てほしいシリーズにはなるのかなって思ってます。今はね、ステラリス結構僕の中では来てるシリーズですね。あれはぜひ皆さん見ていただけたらなって思います。あとはね、なんだろう、かなたちゃんとのヒューマンフォールフラットかな？ヒューマンフォールフラットは、単純に面白いよね。あれゲームが面白いし、かなたちゃんが面白いし、すごいよね。あれはね、本当にただ、時間できたらあれ見て、全部時間できたら見てって言っちゃうけど、なんだろう。ステラリスは、まあ長編だから、本当にこれからも続けると思うし、ゆっくりね、まあ、そんな焦らず見ていただけたらなと思うし、ヒューマンフラットの方はまあ、単発ってこともないんだけど、あとね、まあまだ撮ってないんだけど、とりあえず今出てる公式のステージが終わるまでやっていこうかなって思ってるくらいなんで、まああと、何回なんだろう。4、5回やったら終わるのかな？多分。かなと思うんで、もしよかったらね、本当に。ただ面白い動画が見たいっていう時は、ヒューマンフォールフラットをぜひ見ていただけたらなと思います。そんな感じかな。何の動画上げてるっけ最近。あ、ブラサバ。ブラックサバイバルね。そう、見ていただいてる人にはわかるんだけど、まあ、ちょっと、どうだろう。まあ、一回ネタバレって言ってもそんな、逆にね、ブラサバとかわかってないけど雑談見てるよっていう人が、今ね、これ聞いても多分、村沢のそこまで追いつく頃には忘れてるかもしれないし。前回の動画でね、ついにワナソルで、まあ、ワナソルで勝ったかと言われると微妙だけど、まあ、ワナソルで一応1位を取ることができて、前回の動画は確かにワナソルとしてしっかり勝ったって感じじゃなかったから、まあ、ワナソルとして勝ち切るっていうのも、まあ、これから動画撮れたらなと思うんですけど、逆に言えばワナソルに関しては、もう練習動画っていうよりは、本当にワナソル使って1位撮る動画っていうのを撮っていきたいなって思うし、まあ、そうなるとワナソル以外の選択肢、いろんなキャラも使っていきたいなっていうところなんですけど、なんかそのね、本当にいろんな配信見たりいろいろしてると、結構新しい、キャラをね、練習するというか、どういう立ち回りしたらいいかが本当にわからないから、それをね、覚える時間がなくて、どうしようって撮りたいけど、何で撮る？誰を撮る？みたいな感じで、停滞気味ですね。本当に、で、まあ、なんかね、今日はね、こういう、まあ、ペンタブもらって嬉しい、お絵描き楽しいとか、まあ、マウスがね、新しいのになって、PUBG がね、モチベ高いっていう話はあったけど、基本的にはね、動画撮れない、厳しい、どうしたらいいんだろうっていうね、もう、ストックがなくなってるからね、どうしようっていうね、動画ではあるんですけど、まあね、まあまあ、だからこそこうやってね、突然、トラック運転してるんだけど、あ、これまずいな。間違えたね。ごめん。車線間違えました。あ、そんな感じでね、今こうやって、夜トラックシミュレーターの動画を撮ってますっていう感じですね。よし。こういう感じですよ。ごめんね。ちょっと無理やり行かせてもらうね、これ。ごめん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 。さあ、というわけで、こんな感じでね、進んでいきますよ。よし。まあ、もうすぐね、終わりですね。もうすぐ、街には着きました。待って、ディーラーが出たせいで、マップのあれが消えた。オッケーオッケー、大丈夫。さあ、まあそんな感じで、まあ最近は過ごしてますね。あとね、動画、この前ね、L4D2 をやって
ああ、ゆなちゃんとか、クロと、クーさん、ね、4人で、ただちょっとね、1本動画も撮ったんで、ギャングビーストね、やったんですけど、まあ、そちらも、そのうちね、上げていけるかなと思います。まあ、最近の近況はそんな感じかな。よし。さあ、もうね、街に着いて、すぐそこですよ。よいしょ。入れていきたいと思います。そしてね、さっきからね、音が乗ってるかどうかわかんないんですけど、ゲーム内でね、結構主人公はあくびしてて、だいぶ、見てなかったんですけど、主人公の疲労度が大変なことになってますね。右下のマップの、早い！やっぱりごめん！やらかした。そう、右下とか見てたら運転がひどかった。よし。そう、右下のね、マップの上の、なんか、ベッドのマークみたいなのがあるのがわかるかな？ガソリンのマークの右なんだけど。赤色になっちゃってて、これもう相当やばいんで、僕はね、そろそろね、このゲームのキャラは寝ないと死んじゃいます。よし。死んじゃいますというかね、画面が安定するんですよね。目を閉じちゃうんですよ。眠り運転しちゃうんです、このゲーム。あんま寝てないと。なのでね、ちゃちゃっとこれクリアして、寝かしてあげたいと思います。よし。早く進んで、信号。OK。よし。待って。前向いてない。よし。よいしょ。あ、どうしたい？この辺で完全に終わらせてしまおうでいきますか。ちょっと眠いしね。キャラが。よいしょ。ああ、ちょい気づいちゃった。よいしょ、ああ、よし。オッケー。いやー、ちょっと最後の最後で思いっきりぶつけちゃいましたけど、大丈夫かな？あ、積み荷にはダメージなかったからオッケーかな。ただ、僕のトラックの修理費がかかりますね。さあ、とりあえず休憩に行きましょうか。休憩して寝るところまで行ったら終わりにしますかね。どれだっけな？よし。マップを広げて、修理するところに行きましょう。修理します。よし。よいしょ。ああ、もう、ダメだよ。よいしょ。行くねー。よいしょ。さあ、まあね、こんな感じの、ぐだぐだとね、うまくいかないなーって話をするだけの動画でしたが、ここまでね、お付き合いいただいて、本当にありがとうございます。ということでね、これね、もう本当にあと、この先駐車したらね、終わりにしていきたいなと思うんですけど、よし。信号多いね。まあね、ちょっとまあそんな感じでうまくいってないっていうのはあるんですけど、動画とかが。まあ、これからもね、しっかり動画撮っていきたいなとは思ってるんで、毎日投稿ね、続けれる限り、本当に頑張っていきたいなって思ってるんで。よし。まあ、楽しみにしててくれると嬉しいですね。よし。よいしょー。よし。カーソル、カーソル。よし。さあ、トラックのメンテナンスです。3000円かかります。高いなぁ。よし。はい、OK。さっきの運送のね、
代金ほとんど持っていかれましたね。よし。よいしょー。このね、よいしょ、駐車場で止めれるので、直したところにぶつけたくない。よし。よいしょ。よし。じゃあ、ここで休憩して、今回の動画は終わりにしたいと思います。また次回の動画でよろしくお願いします。またね。バイバーイ。